みなたびチャンネル。どうもメリークリスマス、ともです。はい、みなこです。今回はですね、はい、私たち結婚しましょうか。 OK。 するんかしないんかね、うだうだ言ってたけど、する方向で話を進めていこうかなということで、なんか本当ならね、2人でね、する話ではあるけどさ、オフレコで。でもそうするとさ、なかなかさ、めんどくさくってさ話そうねってね、なかなかしてないじゃん。で、まあ、こうやって記録に残すって今までの経験から大事だと思ってて、言った言わないの話になるから怖っ、普通に怖いよね。うん、でね、興味ある人もいっぱいいるだろうし。そうね、それはもう、なので、撮ろうと思います。まあ、私は結婚めんどくさいから嫌だなっていう派、うん、だったんだけど、まあいいかなって、一歩進んでみようかなって思ったきっかけが、うん、11月にはい、ありました。証拠を取ってありますので。あれ、はい、ずっとさ、パソコンに残っててさ、うん、消してやろうかって思ってた動画だよね。はい、こちらをまずはご覧ください、どうぞ。僕が写真撮りに来たぞ、可愛いポーズしられちゃう。動画だよ。動画なの？はるちゃんはさ、パパ？うん、何が？トモが。うん。みんな聞いた？今。酔ったテンション大事や。あの？トモはペットやろ。ペット？はるちゃんは友がパパでもいいのか？うん、あ、喜んでます。嬉しいぞ、友は。うん、はるちゃん、友ちゃん、ガールズバーでお酒飲んできたんだってよ。何それ？女の子がいるお店や。可愛い女の子と喋ってきたんだよ。友がパパでもいいかい？違うんだ、はるちゃん。言い訳させてくれ。最初は普通の店でお酒を飲んだ、うんうん、そこで十分にお酒を飲んで酔っ払った、うんうん、その後はもう記憶にございません。その後は記憶にございません。いいだろう。よーしよ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 。お前は知らないかもしれないけどな、お酒を飲んだりとかな、激しく頭を振るとな、ゲボを吐くな。おえって言ったらトイレに連れてって、ね、今日からパパと呼び、そして美奈子のことは美奈子と呼び。酔っ払いともち面白いね。うん、みんちゃんさ、うん、家族って何だと思う？一緒に住んでくれる大切な人。大切な人？え、じゃあとも家族じゃん。うん、この前さ、家族じゃないって言ってたじゃん。うん、一応家族だよ。だって本当の本当の本当の家族じゃないじゃん。本当の家族って何？結婚した人や、うん、産んでくれた人かな。じゃあ、トモは結婚したら家族ってこと？でも今も家族でしょ？うん、不思議だね。うん、世界も不思議だね。うん、結婚してなくても家族だし、結婚もちゃんと分かってるんだね。うん、素晴らしい。トムとミナコ結婚してほしい？ん？え、今のうんか。ってこと？え、そっか、照れくさいのか、ハルちゃん。嬉しい。うん、じゃあ結婚するか。はハルちゃんの言葉が嬉しかったから、みなこよりもはるちゃんをギュッてしてやる。うわぁ、楽しい。楽しい。はるちゃん、うん、はるちゃんがね、みなこととも結婚してほしいって。本当？はるちゃん、そんなこと言ったの？ネタフリしてんのか？でも今とも酔っ払ってるから、また後日話しましょう、ゆっくり。はい、というわけでですね、なんかちゃんと話そうって言いつつ、
車の中でたまに話したりするぐらいでちゃんと話しなかったからね、うん、だからあの調べました、結婚する前、あ、調べた、結婚する前に話し合っといた方がいいこと、結婚相談所とかのサイトでいっぱい増えたのがあったんで、それそこからピックアップして初めて、うん、初めて、まず最初、イメージする家庭像を共有しましょうということです、うんうん、まずは子供について、うん、まあハルトのことについてはちょくちょく話してるしね、私に何かあったらハルトよろしくねってとも、うん、言ってて、ね、まあまあ当然じゃんって思ってるよ、ね、うん、思ってくれてるよね、うんうん、一応今私の用意してあるエンディングノートには、うん、まあその時のハルトの意思を聞いて、うちの妹かトモかハルトが一緒に暮らしたいって思う方と暮らしてるようにしてくださいっていうのは、うん、遺言的な感じで書いてある。やっぱでも友と暮らすってなったら今の状態だと結構手続きとか、うん、うん、めんどくさいと思うし、うんうん、その部分は籍入れたら楽になるかなと思っております。未来の子供についての話ですが、はい、最近とも子供欲しくなってきてるんだよね。そうなの？言ってたじゃん、はるちゃんが、はるちゃんが可愛すぎて自分の子はどうなんだろうって思い始めたみたいな。うん、言ったね、それか。うん、どうなんすか、そこんとこ。まあ、そこは気になるとこではある。好奇心さ。うん。でも、美奈子がなんか養子もらうとか言ってたから、それでもいいのかなって気はしてる。養子ではないんだよ。里親ってなんか子供預かるだけに。あ、そうなんだ。そうだよ。私ちょっと今、里親制度に興味があって、うん、なんか石川県の里親会っていうところと、うん、最近お付き合いがあって、ちょっと里親やってみようかなっていう状態でそれを相談してたんだよね、うん、でその里親ってその養子にもう籍に入れるってなかなか逆にないんだって、施設とかにいる子たちを継続的にちょっと預かる、うん、土日だけとか、それでちょっと里親足りないって言ってるから。そうなんだね、感じで、うん、養子ももらって子供作ったら3人もとは無理だなって思ってたけど、うん、お金的に不安はあるって感じ、うん、全部そこお金の不安がともは常にあるから、うん、でもそれはなんか普通に暮らす上でも一緒じゃない？私の心配はなんか前の動画でも、ね、話したことあるけど、ともがそのうち子供欲しいって思った時に私がそれを叶えてあげられないんじゃないかっていうところ欲しがってる気配をよく感じるけど欲しいよけど怖いよって、うんうん、まあ、結婚したら考えよう。そっちが友先派。ね、若くて結婚しても子供できない場合もあるしね。うんうん、じゃあまあ、はい、子供についてはそんな感じで、じまあ、後々考えようということで、私もそれでいいと思います。はい。はい、あとね、家事分担を決めるって書いてあったんですけど、でもできてきてない？なんか、友はだって洗濯嫌いじゃん？嫌い。でも私別に、まあ、嫌だけど、そんなに負担ではないからやってて、私は料理が嫌いだから、それはとも勝手にやってるし、いいよね、それで。いいんだ。今、美奈子の負担重たい気もしてたけど、きつくないの？いや、やってくれたら嬉しいよ。だって私は本当は家事したくないもん、何にも。わかる。本当は作ってほしいとかは。ああ、な、いや、まあ、でも、そんなさ、あれじゃん、毎回ともが作ってるわけじゃないじゃん。全部ともないってこと？いや別にそんなことない、今まで通りだと思ってるけど、でも本当はこうしたいっていうのが あったら別にない、今この機会にない、むしろないのってぐらいあるよいや洗濯するのはいいんだけど、ちゃんと洗濯物をカゴに入れろっていう話や。家具じゃない、それは。それはここだ、4番です。じゃあこの後でやりましょうはい、次ね、一番大事なことだと思うんだけど、うん、お金についての考えを共有する、うん、結婚後の家計管理について、うん、私今までの2回の結婚の経験から結婚するともう家計は全部1個にしちゃって、うん、で私が管理してたのね、うん、で旦那さんにはお小遣いを毎月決まった金額をあげて、うん、あとは全部私が管理してた、うん、でもそれやりたくないのよ、もうめんどくさいっすようん、その時ってみんな働いてないんだよ。パートしてた。あ、会社員の旦那さんだと大体毎月ね、お給料決まってるから、
その中でこうあの何にいくらとかも大体決まってて、それプラス私がパートして働いたお金はこう貯金に回したりとか娯楽に使ったりとかしてたんだけど、でも今さ、もう私のさ仕事のさお金がさわけわかんないし本当は管理してほしいぐらい、うんうん、いやだけどトモもそれさできないって言ってたじゃん、まあ、管理まあ、うん、してほしいんだったら別に、うん、めんどくさいけど、今さもうお互いのさあの財政状況さなんとなく把握してるけどさ、いくら月稼いでるかとかさ分かってないじゃんお互い、うん、でも私はそれでいいかなと思ってて、うん、今のままで、うん、今は、トモが私になんだろう下宿代みたいな感じで食費 をくれてるんだけど、とりあえずしばらくはそれでいいかな。うん、でなんかちゃんとハルちゃんが大きくなったり子供できたりして、うん、そうなったらまた考えればいいか。まあそれとは別にさ、なんかプラスアルファでさ、うん、貯金すればいいと思うけどね。だって貯金欲しいでしょ将来。うん、なんか家族ってそういうもんだと思ってたけど、共同の貯金したい、うん、全然いいよ。結婚は知らんけどなかった、共同貯金は。全部一個の家計にしちゃってるから、その中から貯金貯蓄と、うん、家賃とご飯とみたいな感じで貯蓄してたでしょ。それぞれがしてるからいいってこと？うん、じゃあいいよ、うん、そう、うん、問題ないよ。 OK、 じゃあ、まあお金のことはまたその都度考えていきますその都度だよ、その都度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 だよそうだよ。でも最初にこう言ってたのにみたいなのがないように話してるだけよ。その都度だったからってことね。 OK、 とりあえず今は、うん、今のシステムでいいですかね。うん、今はいいと思うよ。次、うん、絶対に譲れないことを伝え合うあ、じゃあ大きいのと絶対に譲れないことと、これは やめてほしいっていうちょっとしたことと2つにする、うん、絶対譲れない、もうこれは離婚話だぜっていうものが、私は借金は嫌い、まあ、家のローンとかさそういうのは全然いいんだけど、ギャンブルとかギャンブルが嫌いなんじゃなくて、ギャンくだらない理由で借金をしてそれが私たちにかぶってくるのは許せない。それだったらもう切る。 あとはなんか女に貢いだとか、みんなの未来のためになんかこうお金を回すっていうので使うのは全然いいし、あのローンとかも、うん、相談してくれれば一緒に考える。でもないよ、離婚はしない気がする。じゃあ浮気してもいいの？もう離婚にはつながらないか。ああでもそうか、浮気してなんか全財産そっちの人にあげて、うん、はいさ、でも浮気どうなんだろうね、離婚すんのかな。私もそうだな、やっぱ浮気は良くはないけど仕方ないけど、それでこっちに実害があるようなことだったら、私はハルトを守るためにトモを切ると思う、うん、はい、ちょっと譲れないこと、洗濯物をカゴに入れろエイペックスの時に攻撃してくるな。エイペックスうるさいエイペックスやめとくかエイペックスやめたら平和になるかもいや、トモの防音部屋を自分で作ればいいんだよ。一番最後にいつ入籍しようかっていう、なんか前はさ、なんか話した時はさ、スーパー猫の日にしようって言ってたじゃん、覚えやすいように。2022年2月22日、うん、あとは覚えやすいのは1月1日かなって思ってるんだけど、だ私前の結婚がさ、自分の誕生日がさ結婚記念だったから、そう覚えられるように30歳の誕生日に、だから覚えやすかった。トモの25歳の誕生日にする？ね、分かりやすく、ちょっと先になるけど、ね、第一候補友の誕生日パー、第一候補はニャニャニャや。え、そうなの？え、どういうこと？え、私友の誕生日いいと思ったんだけど。猫の日よりも、猫の日だって別に猫飼ってないし、覚えやすいっていうだけで、そんなに私思い入れないんだけどでも誕生日も思い入れないよハルトで決めてもらうか。 OK、 ハルトちょっと相談させて、おいで。うん、なんでそんな守ろうとしてんの？今ね、トモとミナコが結婚する日を決めようと思ってて、うん、候補が2月
22日、これね、猫の日ね、にゃんにゃんにゃんなの。2022年の2月22日だと、あのね、うん、2人ともね、記念日を忘れやすいからね、覚えやすい日にしようって言ってるのね。で、2月22日、友の誕生日が5月6日なんよ。ね、こっちか、どっちにしようか。どれがいい？猫の日？にゃにゃにゃの日？猫好きだな、はるちゃん。はい。じゃあ、はるとさんが速攻決めてくれたので。じゃあ、にゃんにゃんの日に、一応入籍予定ということで、うん、準備を進めていきましょう。進めていきましょうか。はい、セクシーはセクシー。え？セクシー。あ、そうね、結婚式、そうだね。結婚式しない。うん。友達いなくて寂しい。写真だけ撮る？あ。記念に。じゃあみんなで猫の格好して。やだ。2022年2月22日。スーパー猫の日に入籍します。予定です。結婚しようと思ってます報告。でした。またね。